平田孝一は日本の実業家、特農家、平田炊飯研究所、炊飯、米飯商品米国際コンテストを主催、生き生き創造の会副会長、元株式会社三徳取締役相談役、半世紀にわたって炊飯技術の革新と、食味、品質向上に尽力している。1939年、福岡県の出身、 1960年、銀座アカナに入社。1962年、愛豊鉄鋼株式会社に入社。1967年、富士厨房設備に入社。1970年、日本ライスサービスに入社。1975年、ライスセンターを設立。1977年、愛保に再入社。1998年、 株式会社三徳を設立。2004年、三徳で、稲作、精米、米飯商品トータルシステム開発に専念2009年12月1日、株式会社三徳から、株式会社、愛宝炊飯総合研究所へ社名を変更。2014年9月、寿司米コンテスト、国際大会を開催。2017年6月、炊飯。 米飯商品米国際コンテストを開催。2021年6月1日、平田水飯研究所を設立。ありがとうございます。